エイリー信者やっててよかった。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、マックス村井です。ついに au が新プランを発表いたしました。ドコモのアハモ、そしてソフトバンクのソフトバンクオンラインの対抗プランとなります。 au の対抗プラン、名前がですね、ポボです。名前の由来はポイントオブビュー、新たな視点と、アドオボ OVO、 これはラテン語で誕生や成長を意味するそうです。この2つが合体した単語がポボということですね。この新たな視点による誕生、そしてサービスの成長を意味してるみたいな、そういうことらしいです。まあそれでポボということで、ちょっとまあ現段階では言いづらいですね。ポボ、コボ、まあこれはあれです、楽天の電子書籍のサービスです。まあ置いといて、というわけで早速なんですけれども、ポボの紹介参りたいと思います。参ります。月額料金なんと2480円、アハモやソフトバンクオンラインの2980円よりも500円安い。なのにデータ容量は月額20ギガ同じでございます。 au すごいすごいです。同じサービスなのになんで安くできるんだと。500円もですよ。3000円、約3000円の中で、ね、500円安いって結構なインパクトですから、なんで安くできるんだって。理由がございます。ポボ5分かけ放題がありません。1秒でも電話かけたら有料です。電話に関してなんですけど、料金20円30秒です。かけ放題がないのは残念、まあ残念ではあるんですけれども、これはこれで大いにあり。若い人今電話しません。基本的にあの LINE の通話使うと思います。あの私も LINE の通話か Facebook の通話使うのが圧倒的でございます。だからかけ放題がない代わりに500円安い、逆に嬉しい人めっちゃ多いんじゃないかなと思います。で、2480円、この金額になってくると2回戦目としての利用でも全然ありな範疇になってまいりました。で、ここがですね、そのアハモやソフトバンクオンラインとの大きな差となります。ポボ電話しない層に人気が出そうです。で、でも電話したいっていう方いらっしゃると思います。ご安心くださいませ。ポボ最初からかけ放題がつかない代わりに、後からトッピングとして追加ができます。いわゆるあのオプションです。なんでかわかんないんですけど、なんででしょうね、あのオプションじゃなくてトッピングという表現になってます。なんでこれ別にオプションでいいんちゃう。トッピングです。500円で5分かけ放題つけれます。つまりですね、あの月額2980円でデータが 20GB で5分かけ放題プランになります。トッピングすることで、なんてことだ、これアハモじゃねえかと。そうなんです、アハモと同じプラン内容にすることができます。私みたいにですね、この山 au が一番回線つながるので、その回線が au じゃないとダメだみたいな人にはとっても嬉しいトッピングかと思います。で、もちろんあの国内通話かけ放題もございます。こちらは1500円です。トッピング1500円、1500円トッピングする場合は合計すると3980円、データが 20GB、 国内通話かけ放題、こちらもアハモと同じです。3社また再び横並び談合かに見えちゃうんですけれども、談合はきっとしてないでしょう。au ユーザーは使い方に合わせて、変更をできるようにしました。トッピングできるようにしました。ここがポボの特徴でございまして、アハモやソフトバンクオンラインにはないメリットとなっています。で、この大きな特徴が追加トッピングの一つ、追加でございまして、24時間データ使い放題200円。これ何かと言いますと、200円払うことで24時間データが使い放題になります。大きなデータのやり取りが発生する、 20GB 今日だけで全部使っちゃうやだーみたいな人、の24時間ですよ、200円払うだけでデータが使い放題になります。これめちゃくちゃすごくないですか。基本自宅でテレワークしてますと、ただちょっと旅行に行きたいなみたいな、そういう時に家の Wi-Fi 使わないと、外でバンバン Wi-Fi じゃない、電波使っちゃうみたいな、そういう時は1日だけプラス200円でデータが使い放題にできます。めちゃくちゃ嬉しいです。山からの動画がアップロードし放題の可能性ワンチャンです。これがあるのは au のポボだけで、ただ困ったのが、困ってないのかどうかわからないんですけれども、まだテザリングが使えるのか使えないのかがわかりません。現時点では今、朝の11時過ぎですけれども、現時点では分かりません。資料に書いてないです。オンラインのせいか、その質疑応答もございませんでした。発表がですね。
テザリングが使えないと200円でデータ使い放題になってもなーてんてんてんっていうところが大人の方はあるんじゃないかと思います。ここに関しては詳細発表待ちでございます。ちなみにただのデータ追加に関しては、1GB あたり500円です。20ギガ超えた時ですね。1GB あたり500円で追加できます。で、データ超過後、最大 1Mbps で通信ができます。まあ、ぶっちゃけ十分な速さです。で、このあたり、まあまあ、アハモと一緒でございます。そんなポボなんですけれども、提供の開始、2021年3月から、オンライン専用でございます。専用サイトから申し込みとなります。au 使ってて、あんまり通話をしていないと。そして、使い放題までデータいらないっていう方は、ポボへの乗り換えを検討いたしましょう。携帯電話。携帯料金、かなり節約できます。で、あ、すいません、忘れてました。最後に注意事項、まとめさせていただきます。ポボ、当初の回線は 4G のみです。2021年の夏から 5G にも対応します。あと、キャリアメール対応してません。キャリアメール使えません。トッピングのデータ使い放題24時間。こちらに関しては、ネットワークの混雑時。あとは動画クラウドゲームなどの利用時に通信速度を制限する場合があるらしいです。で、海外通信不明です。最後にテザリング、こちらもまだ不明です。5G エリアそんなにまあ広いわけでもございません。通信制限使いすぎたらよくあるやつでしょう。まあ海外通信は別にいいかなって。そしてテザリング、まあここは重要。これがどうなるかで結構決まってくるかなという感じです。私目線。アハモそしてソフトバンクオンラインが対応してきているので、このテザリングここ外すってことはまあないとは思うんですけれども、わからないことなので現状あんまり騒ぎたくないかなというところです。テザリングがないぞーって騒ぐのもまだわからない、発表前というところで、まあそんな騒ぐことでもないでしょう。なので、まあ今のところわかってる実質デメリットっていうのは、キャリアメールが使えないということです。電話しません、キャリアメール使いません、テザリングはどっちでもいいよ。ポボです。はい、最後までご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。これはすごいですね。2180円ですよ。やばいと思います。皆様、3月を楽しみにしましょう。あとはまだ細かいところね、発表しきれてないところ、情報待ちましょう。ぜひ、チャンネル登録、そして高評価、よろしくお願いいたします。登録はこちらから、こちらのボタンを押していただいて、ぜひ明日の動画も見てください。さよなら。